FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。そしてトロピカルビーチで遊ばれてる皆様もこんにちは。こんにちは。やっほー。はーい。 FM ギノワンサザンブリーズ、こちらスタジオを飛び出してトロピカルビーチのサテライトスタジオから生中継しております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。パーソナリティは私東克明と火曜日担当 OBP から棚原優子です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。うん、暑いね。ねえ、もう雲もさ、うん、まあ奥の方には見えますけど、はい、この手前側は本当に雲もなく、本当にすごいいい天気。すごいですよね。ね、昨日が、うん、朝がね、ちょっとあの雨降ってたじゃないですか。はい、はい、はい、降ってました ね。で、そういう影響もあったかもしれませんけど、うん、今日はまた、うん、遊ばれてるお客さんが多い。多い。ね、たくさんいます。いっぱい。本当に海の方にもね、うん、まあ、観光客の方もいらっしゃれば、はい、ね、ちょっとね、学校終わりのね、学生とかもいるし、ね、増えてきましたね、学生さんも。ね、楽しまってるんじゃないでしょうか。うん、いいですよね、本当に。気持ちよさそうですもん。ね、まあ、それとは打って変わっても、今日の優子の格好といえば。いやね、いや今日はこのトークテーマに沿って、あ、なるほど。まあ、ちょっと意識してみましたとか言っときます。あ、そうなんですか。今週の、はい、皆さんからいただきたいメッセージテーマが、はい、アウトドア、うん、野外活動の話というところで、ね、はい、野外活動できるように。そうです、そうです。もうキャップもかぶってカーキのねちょっと長袖も着てみて動きやすく長ズボンと靴で。いや、する気ないでしょ。じゃあやっぱビーチってだけでもやっぱね、うん、太陽がすぐやっぱ直に来ますし、まあまあそうですね、海からの反射だったりだとか、うん、で一応私もアイドルもやってるので、うん、アイドルもやったるので、うん、焼けてらんねえみたいな。ね、うん、アイドルの人はそんな言い方しないよね。やったるもな。アイドルの人がわざとそういう言い方して恥ずかしさをごまかすようなことしないよね。しないですよね。うん、まあね、この日焼け防止というか、まあね、ちょっと太陽をね、まあ、それは大事ですよ、うん、遮ろうと思って、はいはい、でね、一応まあその太陽を遮るためにね、はい、この FM ギノワのね、のぼりをね、うん、立ててやってるんですけどね。そう、ちょっとね、影になってるんですよね、今ね。で、まあ風でちょっとピラ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 っていろいろ移動するんですけども、はい、それをね、ずっとね、この毎週毎週、うん、このサザンブリーズ遊びに来ていただいてる、はいはい、機長さんがね、機長さん、もう旗を死守してね、旗をね、この私に太陽が当たらないように本当に人柱となり。ありがとうございます。もう無理しないでいいですよ。ね、本当に無理しないでいい。せっかくね、東さんが、そう、私物のそうですよチェアを、あのね、本当にね、毎週遊びに来ていただいてね、うん、いろんな方がね、このブースの前にね、はい、遊びに来ていただいてるんで、でもこの椅子がないと、そうですね、座るところがゆっくりできないというところで、まあ、アウトドアの話ですので、はい、今日ね、もう私物のアウトドアグッズチェアをめっちゃいい2つね、うん、用意させていただきまして、ちょっとこれね、このビーチからの放送の時はね、ちょっと毎日毎回持ってこようと思うので、うん、めっちゃいい。ぜひね、だからそういう座れるところもちゃんとありますので、うん、皆さん遊びに来ていただければな、はい、ぜひ来てください、というふうに思って思います、うん、はいね。まあ、もちろんこのビーチでね、遊ばれてる皆さんもぜひちょっと気軽にこのスタジオの方にね、来てくださいよ、うん、トピカルビーチの、売店がありまして、売店の横のお土産品売り場のところですね、はいはい、特設会場といたしまして生中継しておりますので、ぜひ遊びに来てくださいませ。待ってまーす、はい、そんなですね、まあ、ビーチに関する質問、そして、今週のテーマのアウトドア野外活動について、はい、何でも結構でございます。メッセージ皆様からお待ちしておりますので、待ちしてます、よろしくお願いいたします、はい。メールアドレスは797@fmgino1.com、はい、797@fmgino1.com です。はい、そして FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業、トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこへでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291
3291までどうぞ。はい、というわけで、今日もですね、はい、この後、18時いっぱいまでですね、うん、はい、楽しい放送をお送りしていきたいなと思いますので、はい、皆さん最後までお楽しみくださいませ。楽しみに。では今日の1曲目、昨日いただいてましたラジオネーム進撃のめいちゃんさんからのリクエストでございます。コブラスターシップで You make me feel fit サビ。ツイキャスの時これマイクオンにしないとツイキャスのところ入らないから、うん、よいしょ。ここでいじったら入る、まあ、ツイキャスも、はい、今入ってる。皆さんありがとうございます。ありがとうございます、ご紹介していきますからね、後ほど、うん。本当にでもなんかあんまり暑すぎないですよね今日。うん、私だけかな、そう感じる。風があるからすごく気持ちがいい、うん、朝もね扇風機かけて寝てたんですけど、そう全然寒くて起きちゃった。なんか全然大丈夫、うん、冷えて起きた。久しぶりに洋楽聴いたな、うん、もう待っ、エミーさん、こんにちは。すごい、こんにちは。エミーさん、初めまして。うん、今週のテーマはアウトドア、はい、野外活動の話、外でのアクティビティとかね、うん、なんかそういう、まあ、遊んだやつとか、はい、はい、外でのエピソード、うん、教えてくださいよ。いろいろありますよね、この時期になってきたらね。なんかゆうこそういう格好見てたらアウトドア、そういうアクティビティとかしそうだけどしなさそうだよね。しますよ。しますよ一応。あ、そう、します、します。あ、そう、あ、うん、頻繁に、頻繁にというか、まあまあそういう積極的に自分からやろうはないかもしれない。あ、やるけどとか、なんか誘われたりしたら全然行くし、逆に言えばビーチパーティーもこんな格好できます。あ、CM に行きます。はい、東さんめっちゃしそう。俺むっちゃする。めっちゃしそう。めっちゃする。自分からやろうっていう、なんか、いや自分が多分こういう、まあ、アイドルだったりだとか、うん、今やらせてもらってるお仕事をしてなければ日焼けとか気にしないんですよ、うん、あ、なるほど、ね、全く、うん、逆に2年前ぐらいなんて焼きたかったし。あ、なんかそう、2年前流行ったんですよ、このこんがり女子みたいなのが、ちょっと小麦色の肌が流行った時があって、はいはいはい、めっちゃ焼け、もう綺麗に焼きたいと思ってたんですけど、やっぱね、やっぱ、まあそれはね、白い方がいいよね、そりゃそうなるわ。でも究極のアクティビティ私やったんで、去年、2年前かな、それはもう後で紹介します。紹介してください。マジでもアクティビティの中のアクティビティをやったと思う。マジか。
太陽が見えてきた。降りてきた、降りてきた。サザンブリーズ火曜日トロピカルビーチからお送りしております、はい。早速ですけども、うん、たくさんですねメッセージ今日もいただいてますのでありがとうございます。ご紹介しましょうか。はい。まずはエコザエルさん、はい、はい、ハロチロンピー、ハロチロンピー、ありがとうございます。イイで、そしてシュプリームさん、アズマックスゆうこちゃん、新宿駅のトイレよりこんにちは、うん、こんにちはそんなこっそり聞いてるんだ、うん。今日は嫁のカバン持ちで池袋荻窪経由でこれから試練の新宿お買い物タイムですって。ね、今日はって言ってますけど、うん、シュプリームさんさ、いつも買い物してません？お嫁さんの。そうそうそう、ね、いつも奥さんと買い物して、いつも奥さんの荷物持ってる。そうですよね優しい。いやー、いいじゃない、もう羨ましいわ、ね、そんなんできるの。いい本当に。でも今日もまたね、暑いから、うん、多分東京も確か暑かったんだよね。あ、そうなんですね。ねえ、ちょっとね、外歩くんだったらね、お気をつけくださいませ、うん。そしてラジオネーム大塚健二さん、はい、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。そしてラジオネームのりさんも、はい、来ていただいてますね、今日は、ね、ありがとうございます、のりさん。東さん、コーヒーおごってもらえるのって。しゃーそんな約束した。やった、ゆうこもコーヒー飲みたい。へー、コーヒー飲みたいな。はい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 、冷た。あ、ほら、え、ほら、あ、冷たい方がいいかなと思って。暑いから今暑いから冷やしてくれたんですか。そう、冷やしてみた。冷たい対応を取ってみた新しいな、うん、そのちょっとなんかネタ使おう私もちょっと使おう、これ。冷たい対応を取ってみた。いただきますね。あ、どうぞそしてはじめましてですね、はい、ラジオネームエミーさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ナイススマイルってね、ゆうこのことですよね。ねえ、いいね。日焼けは女子の敵ですよねって。そうですよね、本当にそうですよ。あ、もう必死に頑張ってますからね、うん。さあ、そして15番目の男さん、うん、はい、はい、東さん、ゆうこさん、はい、さいさーい、はい、さいさーい。暑いね、空から梅雨だし、うん、ね、全然降らないですよね。もうびっくりするぐらい降らんわ。本当に大丈夫なのかな。毎日のように言ってるわ雨は全然降らないなって。梅雨に入ってからなんか降ってなくないですか。なんて言うんだろう。その初日だけ。初日降りましたっけ。そう、梅雨入ったっていう初日だけ降って、あは、そっから降らずに昨日の朝降った降った、初日降ってた、降ってた、思い出した。そうそうそう、全然降らない、まあ、理想的だよね、昨日の降り方は。でも、まあそうですね、全くみんなが活動していない時に雨が降るっていう、うんうん、ちょうど出勤時間とかね、この車に乗ってるとかが多い時に降って、うん、本当にね、9時とか10時ぐらいにはもう晴れてたので。そう、ただ心配だな。そうなんだよね、なんかね、やっぱりね、農業とかね、ですよね、やられてる方々からしたらね、ダム的にも大丈夫なんですかね。いやだ、水不足とか ね、このままだと本当になってくるからね。何も梅雨じゃないんですけども、ね、晴れていいわっていうだけの問題じゃね、うん、なくなってきますから心配でございますけども、うん、はい。まあまあトロピカルビーチでね、はい、やる分には晴れてた方が、はい、そうですね、本当に遊ばれて皆さんもね、うん、今日も本当気持ちいいと思いますよ、ね、はい。さあ、そしてじゃあですね、メール、はい、来ていてますね、ご紹介しましょうかね。ありがとうございます。はい、じゃあこちらラジオネーム進撃のめいちゃんさん、はい、東さんとゆうこちゃん、はい、もしかしたら準レギュラーの機長さんもいるのかなっています、いますよ、います僕が用意したアウトドアチェアにしっかりと座っていただいてます、ビーチからの生放送お疲れ様です、はい、めいちゃんでございますと、あれ昨日との梅雨の雨はどこへやら、うん、本当に、ね、晴れた日は洗濯物が乾くので嬉しいんだけど、雨は降らないとやばいし、うん、夏に水不足なんて嫌だなぁと。嫌だよ、本当にね。さあ、ではお題のアウトドアの野外活動の話ということですけども、はい、蚊に刺されるのが嫌ですって。わかるわかる。あ、それは確かに天敵だ。めっちゃわかる、はい。変な生き物とかいると行くのも半減してしまう、うん、特に夏頃は絶対暑そう、うん、では後ほどなりますが楽しく聞かせていただきますね、ということでございます。わかるわ。そっか、
まあそうか、ゆうことかはまあその動物系が、うん、そうですね、基本的に苦手だから、もう蚊なんてね、やっぱ、はい、夏のこの夜中に起きるんですよね、家でも。赤のせいでね。ウィーンとか耳でやって。出てくるね。私もう、でも見えないじゃないですか。うんうんうん、このお家ね、暗くなってるから夜中だし、うんうんうん。でも嫌じゃないですか。だからめっちゃ思いっきりこのウィーンと音が近づくまで頑張って、うん、来たと思ったら、自分の耳死に叩く。もう耳の中で死ねって。手と、あ、手と耳の。手手手。かわいい。お手手と。ゆうちゃんかわいい。ゆうちゃん、テテ、ゆうちゃんですよ。テテつって。テテと、はい、お手手と、この耳で、もう潰すみたいな。へぇやりますね。まあ、確かにそれはちょっとわかるわ。うん、近づいて、ここしかないっていうタイミングで、ね。そう、ここしかないし、うん、そうだから、ちょっとやっぱ野外のこのアウトドア系も苦手ではありますね。そうか。虫はどうなの？虫は、好きじゃない。あでしょうね。好きじゃない。そうなるとそうでしょうね。うん。なんか蚊もそうだし、ハエも嫌だし、うん、なんかほら、まあ沖縄は少ないですけど、川とか行ったら、はいはい、なんかよく、なんか水中の生き物なのか、陸の生き物なのか分からないやついるじゃないですか。いわゆる両生類ってやつね。なんかそう、なんかうどうどした感じの、うんうんうん。あんなのもちょっと苦手ですね。あそうか。うん。平気だわ。で全然大丈夫。まあそうね。まあまあ特にまあ女子はね、うん、苦手な人が多いですからね。まあさらに日焼けもプラスされてっていうところがあるからね。そうでもまあ楽しみますけどね。うん。そして、メールもう一つ、ご紹介しましょうかね。ありがとうございます。はい。ラジオネームのりさん、ありがとうございます。メールでもありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいておりますと、はい、でテーマの野外活動ということですけど、うん、基本はインドアの私、うん、野外活動は仕事のみです。それ逆に辛いよね。出るのがね、逆に大変。ちょっと大変だね。仕事の野外活動として思い出すのがお祭り、うん、もう今の時期だと夏祭り。夏祭りはお店の対応で大変だった思い出があります、うん、みんながビールを飲んでる中汗だくで働く、美味しそうだなと思って、うん、だけど祭りが終わった後で缶ビールを1本、はい、喉が渇いてる中飲むビールはとても美味しいです、うん、とけど一番好きなビールは人のお金で飲むビールです。確かに。だからコーヒー要求してるんだ。そういうことですか。だからコーヒー要求してる、うん、人のお金で飲むコーヒー美味しい。飲むコーヒーが飲みたい。まあ、間違いない、うん。それは美味しい。まあ、祭りのね。うん。ああ、確かにそれもいわゆる野外活動だ。そうですね。本当に、まあ、野外のイベントの代表といえばお祭りですもんね。うん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 。わかるな、でもこのなんかお祭りの時に、うん、なんかこうビールを飲みたくなるような気持ち。いや、そらね、そうでしょう。まあ、特にそんなお店ね、うん、その祭りのお店側の人は、うん、もう終わった後に、よしってね。そうですよね。飲むもんね。私、ビール飲めないんですけど、うん、飲めないんですよ、ね、飲めないけど、なんとなく気持ちがわかるってことね。なんかわかる、うんうんうん。あの、本当に夏こうやって、今みたいにこのビーチとかで、ラジオしたりだとか、ビーチ歩いてたりすると、うん、なんかめっちゃ飲みたくなりますもん。いや、だって今、このビーチで、お酒飲んでる人たち、うん、何倍もうまいはずですよ、普段より。ねキンキンに冷えたビールをね、キンキンにグビッと、はい、もしねまだ今飲んでないという人いましたらね、この、このトロピカルビーチの売店のところ、はいはい、オリオンビールのねサーバー貸し出しもありますから、イエーイ。サーバー貸し出しも関係ないサーバーで飲めますから、最高。これぜひ飲んでみてください、はい、バーベキューねされてる方とかもねいるかもしれませんから、ぜひね、飲んでみてください、ね、これはたまらんと思いますよ。たまらんよ、たまらんでおっさん。たまらんでーいろんな顔あるね。で、そして、うん、続いてはですね、ラジオネームエミーさんもですね、はい。はい、神奈川に今現在住んでいると、うん、いうことですけども、はい、ここだとやっぱりドライブするのが楽しいなぁと。箱根や伊豆まで好きな音楽聴きながらノリノリで行ける。うん、なんかいい。うわ、これは、ドライブは、俺も好き。私も好き。いいよね。いい。いい、なんかかっこいい、なんかその、箱根や伊豆。またこ、いや、これはもう内地だからできること。かっこいい。あっちあるじゃないですか。なんだっけ、何？湘南とか？湘南、そう、湘南。だろうね、だと思った。湘南って島になってましたっけ？なんか。江ノ島ね。江ノ島、そう、江ノ島。はいはいはい。もうなんか、本当になんかね、分かる、ちょっと憧れがあります。じゃあ本当に理想、もうあそこら辺俺走ったことないよ、うん。ドライブしたことないけども、うん、
もう東京とか方面から湘南に向かってドライブして、はい、湘南入った瞬間にサザンをかけたい、うん、あなるほどね、サザンオールスターズを聞きたい、なるほどね、それは理想だな、めっちゃ行きたい、だからなんかね、この県外の方とか湘南に住んでる方だと、うん、やっぱ沖縄とかの方が、うん、ね、日頃江ノ島とかに行ってたら、ね、沖縄いいなってなるかもしれないんですけど、うん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 、この私たち地元の沖縄の人でもなんか沖縄とは違った、わかる、なんかちょっとツーナじゃないですけど、あるね、いいですよね、レイミーさん、江ノ島行きますと、おけど海の綺麗さ沖縄ピカイチだよって、いや嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当ですよ、このトロピカルビーチもね、本当綺麗なんですよ、本当に綺麗、綺麗、また景色がね本当よくて、ね、というのもなんてすごいの、なんていうかな、地平線が見えてて、うん、抜けてるんだよね、抜けてます抜け感がいいんだよね、そう、だから気持ちいいし、ちょっとね緑と緑もあって、そう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 、この海だけじゃなくて、うん、緑もあるだとか、うん、本当になんかいいですよね、本当にね、気持ちいい、まあバーベキューとかもね、うん、できるんで、うん、エミーさんもねぜひまた沖縄来られた時、この宜野湾のね、うん、トロピカルビーチ、来てみてくださいよ、で贅沢なラジオブースですねって、はい、いやーありがとうございます、本当にもありがとうございます、本当に日よけもね作ってもらって、日よけもありますし、ラジオしながら、はい、僕はもう水着の美女も見れますし、もう最高でございますよ、本当に、お、じゃあ私もマッチョな人探そうマッチョな隠し探そうマッチョな人はい、さあそして、はい、あメッセージいただいてますね、うん、ラジオネーム、うん、OBP さん、公式公式できましたよメッセージ、公式ゆうこさん、はい、生放送頑張ってね、頑張るよ、マリン、レンレン、ルーリーでライブ頑張ってくれって、行ってらっしゃい、今日8時からライブがあるんですよ、今日の放送は、うん、特別産業の特別社長聞いてるらしいよっていつもお世話になっておりますOBP の田中ゆうこです、よろしくお願いします、いやいやいや個人的に挨拶ちゃんとサングラスも取ったみたいな、まあ、サングラス取ってね、まあ、スポンサーさんね入っていただきますので、ね、ありがとうございます、本当徳松社長もね、はい、まだまだねちょっと来ていただけないんで、うん、ラジオ来ていただきたいですね、ぜひね遊びに来ていただきたいですね、本当ですよ、このビーチなんかね特にいいんで、うん、ぜひねお越しくださいませ、待ってます、よろしくお願いいたします、はい、今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマ、はい、アウトドア野外活動の話でございます、まだまだメッセージお待ちしておりますのでよろしくお願いします、はい、では、ここで一曲いきましょうかね、ほい、リクエストいただいておりました、ラジオネームのりさんからのリクエスト、うん、福山雅治で虹、取りやすい曲らしいです、この虹が、いや福山雅治はね取りやすい、あそうなんですか、取りやすい、お男が低い声だからまた音程も取りやすいし、うんうんうん、福山雅治さんって男性歌手の中で一番売れてるらしいですよ、あピンのソロ、ピンソロのね、なんかそれ私意外でした、なんて言うんだろう、俳優をやってるイメージが強かったんですよ私の中では、そうそうね、歌手っていうイメージがあんまりなくて、最近はないかもしれないね、うん、だって最初に知ったのが多分ガリレオぐらいなんで、あのドラマの相当、ね、から知ってるので、 あんまりこう歌うけど俳優をやってるからの歌手だと思ってたんですよ、俳優をやりながらの歌手、はい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 、逆じゃないですか、もともと歌手でデビューしてるから、最近それ知ってちょっとびっくりしました、いや本当福山その歌はいいよ、うん、いや 小中学生の時思い出す、うん、25分かな、夏って感じ、うんいいね、いい雰囲気で、うんうんうん、ビーチに合うね、そういいですね、こうちょっとね今こののりさんとかが座ってるベンチがちょっと若干木陰になってたりするから、そうそうそう、気持ちいいんですよね、まあ、ここだから風も強いから、うん、涼しいよね、抜けますもんね風も、
水着買いたい。マリンがこれ見て、うん、水着って高くないですかって話なんで、はい、水着買うなら他の普通に服買うって言ってた。ああ、まあまあね。なんかね、1年に1回2回しか着ないじゃないですか。しかも毎年同じの着れないですもんね。ないじゃないですかつって。これかわいい。どれ？手前の出てるやつ。この白の上、白の下かわいい。水着着て泳ぐ？いや、ないんですよ。あ、1回だけあるかな。2年前ぐらいに友達と水着を買って行こうねって言ってたんですけど、行けなかった時があって、どうしても行きたいからまた別便に集まって、うん、波の上ビーチに行って、うん、ちょっとだけ浸りました、水に。泳いでない、浸ってた。あ、そう、うん、それっきり来てないですね、もう。なんかやっぱり、ね、内地の女性と比べたらやっぱり沖縄の女性は水着着るの恥ずかしがる人が多い、ね、うん、あ、まあ置いてますよね。ただ私のもう同世代はそんなにだと思います、多分。 あんまりそういう感覚ない。ない。別に普通、うん、私の2個下ぐらいなんてもう高校の時から来て遊んで見に行ってましたよ。はあ、うん、だからそう、来て海行きたい、プール行きたいってなるけど、うん、焼けるっていう。室内プールとかが ね、ないから、ね、減ってきたからね。ホテルとかですよね、もう。あとはホテルの中のこの室内プールというか。じゃあジングル行ってトーク行ってから行きましょうか。トークの後じゃあニュース行きましょうかね。はい、トロピカルビーチからお送りしております FM ギノワンサザンブリーズでございます。おいおいおい、はい、暑い、このビーチサイドから放送、うん、しております、はい、ね、うん、暑いと言いながらも室内ですので我々は日焼けの心配はね、そこまでないんですけど、そこまでは、はい。今ね、あのパッと見たら、うん、家族連れで ね方々とかもいらっしゃるとかして、いい ね、あの小さなお子さん用の、うん、あれは何でしょうか、なんだっけあれ、乗るやつ、キックボード、キックボード、ね、キックボード持ってきたりとか、うん、してて、まあ、そういうだから芝生のところもね、そうですね、たくさんあるから遊べますもんね、うん、いい、歩けますし ね、この歩道もちゃんとしてるので、はい、ぜひぜひまたまたね、いろんな人が、ね、遊びに来てくださいませ。はい、待ってます。さあ、そして、今週のメッセージテーマのアウトドア野外活動の話というところでメールいただいてますね、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、エコザイルさん、はい、アズマックスハロチロンピー、ユッコリンハロチロンピー、ハロチロンピー、チュエコザイル出すよ。い、宮国にいた頃だから15、6年前、うん、職場のメンバーでバーベキューしたけど、うん、朝10時頃から浜辺に集合。早いね。自分と2名は火起こし&焼き担当、うんうん、3、4名は 船を出して沖釣り、うん、めっちゃいい。本格的な開始は1時からなので、炭は12時半頃から火をつけて準備完了で、肉焼いて、陸のメンバーは酒飲みながら食べてたら沖釣りグループも到着、うん、そして釣ってきた魚を刺身、網焼き、マス煮にして贅沢な時間を夜の10時まで過ごしましたとさ。アズマックスバーベキューしたいねって、したい。うわいい、このもう今の話聞いたらやばい、最高。釣り、沖釣り班に行く。いや俺も釣りしたいな。ダメですよ、焼きがいないから。あ、そうか、火起こしに行って私が沖釣りかな。あ、そう、うん、沖釣り行ったらもう焼けるよ。あ、完全に焼けるよ。火起こし回ります。火起こし完全に焼けちゃうけど。いや釣りは行き、釣り行きたいわ。釣りしたいんですよ。できないんですか、釣り放送みたいな。どういうこと。だからなんかね、近くのだってもう海だから、うん、すぐね、釣りしながら、旅行も近いからなんか、うん、釣りしながら今日は放送しますみたいな。うん、良くないですか。1時間喋りながら竿を持ちて、そう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 、トークの途中で、あ、来た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 、もうだから来たら、うん、もう私とこの東さんの来た来た来たっていう言葉が多分3分ぐらい続くんです、うん、そうだね、来た来たってどんどん声が遠くなって、無理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 、やばいやばいやばいって、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、でかいでかいでかいっつって、え、切れたーとか言って、はい、楽しそう。やりたいな。いや、それも面白いね。いいね、バーベキュー。バーベキュー最高。
最高。バーベキューはいい。まあ、暑くてもいい。ね。いや、そうですよ。バーベキューとか、うん、あの、まあ、ビアガーデンとかね。はい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 、そういう、やっぱ外で飲むのってね、うん、最高じゃないですか。いいですよね。いいですよね。いいでしょ？多分ね、リスナーの皆さん、そういうことしたい人、うん、たくさんいると思うんです。いますよ。やりましょう！お！え？イェイ！ FM コザ、FM キノワン合同企画、サマーフェスティバルのお知らせでーす！これ？こちらですね、はい、サマーフェスティバルは西海岸の夕焼けや夜景を一望できる FM ギノアンの上にあるビアガーデンで、はいはいはい、パーソナリティリスナーさんが懇親を深めながら飲んで食べて話してみんなで楽しむという企画です。こちらですね、もともと7月28日土曜日に予定してたんですけども、うん、ちょっとこれ日程の変更で、うん、7月21日土曜日に変更となりました。そう、2ヶ月後ですね、約。はい、こちら7月21日土曜日に FM ギノアの上にあるビアガーデン B サイドにて行います、うん、夕方6時から受付開始の7時スタートの10時までの3時間たっぷりとお送りいたします。大人1人は2500円で、はい、こちら前売り券も絶賛発売中でございます、うん、で中学生高校生は1000円でフード付きの飲み放題で最高3時間楽しめるということでございます、うん、でなんとこれだけじゃございません。何？放送局が主催するね、のこういうサマーフェスティバルでございますから、うん、当日の7時から10時までは FM ギノワン FM コザ両局で、うん、このサマーフェスティバルの特別番組放送いたします。おー、すごい。会場からの生放送をお届けいたします。おー、すごい。リスナーさんみんないる目の前で放送しちゃうという、ね、まあ、じゃあおしゃべりができちゃうかもしれない。そう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 、めっちゃいい。こちらですね、たくさんの方ご参加お待ちしておりますので、うん、はい、これをきっかけにですね、うん、県外の皆さんもねぜひ、この機会に沖縄に遊びに来てくださいませ。週末だし、そう、来れるかもよ。ちょうど夏休みも入ってるから、うん、いいと思いますのでよろしくお願いいたします。参加可能な方 FM 講座 FM 機能にお問い合わせくださいませ、はい、申し込み方法、まあ、メール電話または来局にてのお申し込みとなりますのでよろしくお願いします。お願いします。FM 講座 FM 機能それぞれに、お問い合わせの方お願いいたします。でこちら恐れ入りますが当日、まあ、駐車場に限りがあるため、うん、できるだけ、まあ、公共交通機関のご利用をお願いいたします。まあみんなどんじゃん騒ぎで飲むんでね。そうですね。タクシーとかね、うん、飲んできてもらって、がいいですよね、車持ってきたらね。お願いいたします、うん、と。すごーい。イエーイ。はい。で、うん、エミさんツイキャス配信しますよ、多分これ。あ、しますよね、多分。あ、すると思う、すると思う、ね。放送するということはしますもんね。そう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 。すると思うので、うん、ぜひね、そのご覧いただければなと思います。で、なんか聞いた話によると、はい、まだ決定かどうか聞いた話によると、うん、僕も1時間ぐらい担当して喋る、うん、予定。聞いた話によるとね、聞いた話によるとね、3時間のうちの1時間、まだ分かんないよ。こんなこと、こんなこと言って喋らんかったら申し訳ないけど、いやいや、なんかもうがっつり3時間喋ってそう。それはない、それはない、それは無理。僕はあのお酒飲めないからちょうどよかったなと思って。まあね、担当にね、近くなったらまた、ね、もし言えると思いますので、ぜひお越しくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで野外活動、うん、アウトドアの話でございますけども、はい、うん、えで、ゆうこはアウトドアの話と か、 なんかどっかエピソードとか あります、あります。2年前に本当にアウトドアの中のアウトドアの体験をしたんですけど、いや、そんな、あのそんなことある？いや、もうすごいですよ、あの恩納村にある、うん、なんかアドベンチャーワールドみたいな。アドベンチャーワールド、わかります？あれなんていいかな、正式名称、あのターザンみたいな、わかりません？わかる。ああ、熱。わかる。アオンナソンにある、あの、フォレストアドベンチャー。そうそうそう、フォレストアドベンチャーだ。うん、あっちに行って、うん、行ったの？行って、本当に一日遊びましたから。俺、あれ行きたいんだよ。あっちすごいのが、行くじゃないですか。うん、そうやっぱスタッフさんがいて、うん、まあね、この、つけ方だったりだとか、うんうん、この命綱のこうやるんですよ、この順番で縄つけていきますよとかっていう説明があるんですよ、うん、で10分間ぐらい講習受けて、まあね、本当に1メートルぐらいの高さの、うん、あのとこからビヨーンってちょっとね、うん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 、2メートルぐらい進むみたいなやつやったら、はい、行ってらっしゃいって言われて、うん、つかないんですよ、スタッフさん、はい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 、回るときに、いろいろやるのにね、そう、はい、行ってらっしゃいって言われたとこがもう一番の高さ、この上からどんどん降りてくるので、山のね、構成上ね、うん、一番この山のてっぺんから隣の山の方まで、うん、100メートルぐらいかな、うん、いきなり一人で行かないといけないんですよ。いやー、いいなー、もうめっちゃ怖くて、うん、でもやっぱね、後ろにも友達続くし、うんうん、行って、うん、
怖いけどやっぱ楽しいんですよね、すごく。でめっちゃ面白いのがこのあーあーのこのねローラーでガーって行くのじゃなくて、はいはい、このまあ川と川の間をこのロープが張られてて、うん、はいはい、その上をこうロープを伝って渡っていくっていうのがあるんですけど、うん、それがまあまあ不安定なんですよね。はあ、なるほどね。だからもうめっちゃもうめっちゃボボボボボボってなるんですよ。それが超面白い。いや絶対楽しいわ。めっちゃ面白い。それがまた そんなん好きそうだもんね。好きです ね結構好きです。いいよね。だでも初めてだったんですよ、そういうのやると。あ、そうなの。そう、初めてだったのでやっぱ怖いっていうのもあったんですけど、うん、なんか変にプライドがあって怖くないし、うん、みたいな。なんでも笑ってガハハハって過ごせて、でもすごい本当に楽しかったですね、あれは。いいな、それ本当に俺行きたいと思ってたんです。めっちゃいいですよ。まさしく2年前から思ってた。あ、そうなんですね。それこそめっちゃ良かった。しかもその時行った時がね、この前日がめっちゃ大雨降ってて、ちょっとその日も天気悪くて、もうこのぬかるんでたりしたんですよ。なんでお客さんが全然いなくて、もう貸し切り、ほぼ貸し切り。いいですね。山のアクティビティもいいね。そう、そういうアスレチック系ね。そう、海ももちろんなんですけど、山のアクティビティいいなと思って。楽しいわ。本当に楽しかった。やってるじゃないですか、私ね、ほら。やってるわ。意外とやってるわ。でしょ？すごくない？楽しめました、あの時は。すごいな。うん。じゃあ、まあ皆さんもね、他にもこういうね、はい、多分山での体験とか、ね、うん、登山とかね、多分されたりとか。県外の方多いかもしれないですね。おいおいおい、ね、どこどこ登りました、だって富士山登りましたなんていう人もいるかもしれない、うん、すごいですよね。登ってみたいけどな。そういうエピソードとかも、ね、教えていただきたいし、はい、まあ、もちろん海とかね、うん、トロピカルビーチで遊んでましたよとかっていうエピソードでも何でも結構でございます。教えてください、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、では続いてこちらのコーナー行きましょう。FM ギノワンでは、あ、かぶっちゃった。ごめんなさいね。はい、もう一回いきますよ。はい、FM ギノワンでは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは、FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。はい、まずは、ギノワン市社会福祉協議会からのお知らせです。うん、第1回、益城中学校区協議会タウンミーティングが5月27日日曜日に行われます。人と人がつながり、支え合う地域づくりを目指し、皆様とざっくばらんに意見交換を行いながら、ネットワークを広げ、地域活性化を進める場になります。益城中学校区エリアにお住まい、もしくは働いている皆様、楽しく交流しながら、地域づくりについて一緒に考えていきませんか？益城中学校区のエリアは、伊佐区、大山区、内泊区、益城区、大蛇名区、大蛇名団地、上大蛇名の地域になります。日時は5月27日日曜日午後6時から。場所が大山公民館となっています。もちろん益城中学校区エリア以外の方の参加も大歓迎です。興味がある方はお気軽に参加してください。詳しくは宜野湾社協まで。電話 098-892-6525 098-892-6525 となっています。地域の皆さんのたくさんのご参加、また企業の皆様や地域活動に興味がある方などなどお待ちしております。続きまして、受講生募集のご案内です。ときめく情熱のダンスセラピー、音楽に乗せてエクササイズ感覚で楽しめる米国公認カイロプラクター監修オリジナルセラピーです。FM ギノワン毎週水曜お昼の11時30分から放送しています。メンズ革命のパーソナリティ星美雪マリアさんが講師を務めます。5月27日日曜日、時間が10時から12時30分。場所が那覇市緑化センターです。料金が2500円で T セット付きとなっています。お問い合わせは 090-1557-1468090-1557-1468 までどうぞ。そして、リスナープレゼントのお知らせがあります。イエイ。毎週水曜夜の10時から放送しています沖縄のサッカーを盛り上げていこうの番組よりリスナープレゼントのお知らせです。5月26日土曜日に行われる天皇杯 JFA 第98回
全日本サッカー選手権大会1回戦 FC 琉球対 FC 今治の観戦チケットを10組20名様にプレゼントします。場所は沖縄県総合運動公園陸上競技場、会場が17時30分、キックオフが19時となっています。こちら先着順となりますので、ご希望の方はお早めに FM 宜野湾へお越しください。みんなで沖縄県代表の FC 琉球を応援しましょう。応援しましょう。そして、はい。こちらもう一つお知らせでございます。はい。プロの卓球チームであります、はい、琉球アスティーダの平成30年の前期卓球リーグのホームマッチ開催いたします。5月29日火曜日、会場が17時、試合開始は19時で、場所がなんとこの宜野湾市の宜野湾市立体育館にて行われます。対戦相手はシチズン時計でございます。でこちら日本リーグの試合のため、なんと入場無料です。なお駐車場には限りがありますので、乗り合い公共の交通機関でのご来場にご協力くださいということで、お願いします。このお知らせ来たんですけども、はい、なんと明日この琉球アスティーダの方がですね、サザンブリーズゲストにお越しいただきます。アスティーダの卓球の卓球のあの人がいるとこです。福原愛さんの旦那さん、がいるとこです。まあ、その選手が来るかは分かんないよ。分かんないけど、分かんないよ、まあ、関係者の方が、そうそうそう、広報の方がね。いいですね。僕この開幕戦を見に行ったんです、うん、実は、はい、で、この記事になった時に、うん、ぜひゲストに呼んでほしいと、うん、僕もねこう見えて体でかいんですけども、うん、卓球部なんです。え卓球部なの、卓球大好きなんです。だから明日がね楽しみでしょうがない。なんかめっちゃ柔道部ぐらいに見えますでしょ、卓球部。そうなんですね、細かく動くんで、はい、ですのでね、ちょっとこの試合僕も多分行きたいなと思いますね、うん、明日また、琉球アスティーダの方々、はい、ゲストへお越しいただきますので、こちらもお聞きくださいませ、はい、以上 FM 宜野湾ニュースでした。牛角、牛角、やからだ、あ牛角ああ言いたいことわかりますよね。食べたい。ステーキ食べたいんだよな私。ステーキね、焼肉よりもステーキ派になってきました。いやステーキも美味しいよ、だんだん。そりゃ美味しいっす。お肉ね、お肉を食べてやっぱ元気をね、そうね、つけたい。だからまあバーベキューとか、まあ、先週の土曜日、うん、バーベキューしたんだけど、はい、いいな、家族で、いいな、やりましたよ。ビーチですか？うん、もう家の駐車場で。めっちゃいいですね、そういうのやってみたいな。もう片付けも、まあ、だから簡易テント立てて、はい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 、やって、呼んでくださいよ。え？バーベキューやるなら呼んでください、名古屋まで、うん、行く行く嘘つけ、行く行く、あ、迎えに来てください、間違えた、行く行くじゃない、迎えに来たから行きます。なるほどね、うんうん、行く行く、行く行く さあサザンブリーズ火曜日トロピカルビーチからお送りしております。はい、はい、メッセージもね今日またたくさんいただいてますので、ありがとうございます。少しずつまたご紹介していきましょうかね。はい、そうですね、じゃあ、メール来てたので、うん、ご紹介しましょう。
ではこちら、はい、一緒かな、あ、ラジオネーム大塚健二さんから、はい、ありがとうございます、はい、お題のアウトドアということで、はい、久しぶりの現場に出かけました、うん、あ、野外でのお仕事、うんね、広い意味ではアウトドアかなと、うんうん、いいんじゃないですかとしてくださいと、両親のお友達のクリーニング屋が高齢で廃業されました、うん、両親のお友達なので現場には行かないとということで、装置の廃業を引き受けました。ほう、まあ暑くて、暑くて大変でしたと。だよね、昼ご飯2日ごちして、うん、あ、そうか、あの、あれか、部下の人にかな、うん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 、ごちそうして大変でした。鉄くず屋さんに、装置の引き取ってもらい7万ちょいなりました。これは、汗をしてくれた人、うん、仲間に渡しました、うん、かっこいいかな俺って楽しく聞かせていただきますということで、その写真も、ね、送っていただいて、あら大変だわ。結構すごい大きいですね。まあね、大変だよ。僕もだから、まあ、大阪時代若い時は、はい、この工事現場とかで働いてましたよ。あ、そうなんですか。働いてましたよ、夏に、汗だくなりながら。暑い、大変だからもうよくわかる。ご苦労様でございます。お疲れ様です。まだ皆さんメッセージ、お待ちしております。はい、待ってます。お願いします。ではこのコーナー行きましょうか。目指せ有効コンプリート。今日こそ今日こそ有効ゲットだぜ。さあ始まりました。来たぞ来たぞ、目指せ有効コンプリート。はい、今日こそ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 有効ゲットだぜのコーナーです。今日こそだ。はい、はい、まあ、このコーナーは私棚原有効の、まあ、はい、パーソナルな部分というか、うん、いろんな私のをクイズにした問題を出して、はい、東さんに当ててもらって、うん、私をゲットしていってもらおうというコーナーなんですけれども、そうです、いまだに一回もゲットしてもらえてませんね、結構なクイズ出してもらってるけど、うん、一個も一個も当たってません、はい、かすってもいません。もう面目ない。はい、じゃ今日ね、今日こそ、うん、やって、ね、はい、ゲットしてほしいんですけども、はい、今日はですね、まあ、私の癖を当ててほしいなと、うん、無意識にしちゃう癖。癖はい。で、まあね、大きすぎるので、簡単にしました。お、癖の中を、うん、まあ、縮めました。はい。もう、何もなくても、だから私がいればできる癖です。なるほど。で、今、じゃあそんなって言って、なんか、あれかなってもなります？まだわかんない？ね、あるよ。一個あるよ。ある。ある。あるにはある。あるにはある。ある。これリスナーの皆さんも考えてくださいね、はい、考えてください。コメントぜひ送ってください。はい、私のもうこの体一つでできる、まあ、癖、はい、あるよ。本当に無意識にやっちゃって、うん、よく人に突っ込まれるんですよね、うん、でも、まあ、ヒントとして言えば、うん、いい意味で突っ込まれます。え、じゃあ違うわじゃあ違うわ、あれ、あれれれ、じゃあ違うわ。いい意味で突っ込んでもらえます。いい意味かどうか分かんないけど、あ、でもね、これ超大ヒントだと思うんですけど、うん、同じこの私アイドルグループ OBP というアイドルグループにいるんですけど、うん、今小学校3年生と4年生のルーリーとレンレンっていうメンバーもいるんですね、うん、その2人には私がこの癖やっちゃうとなんか怒られますね。その年代の子には怒られますね。あれ、俺合ってるかな。あとの大人の人だったりだとか、うんうん、同世代の人とかは私がその癖をやると、うん、褒めます。褒める？マジか。ちなみに多分ね、ツイキャスしたての今日の放送のツイキャスしたてぐらいの時もやったんじゃないかな。放送始まる前とか終わった後とかやってる最中もですけど、うん、たまに私やってますよ。いや俺だから1個あるんだよ。じゃあもうそれ言っちゃいますか。いいですか。いいですよ。じゃあ東トレーナー、はい、私がやっちゃう褒められる癖は何でしょうか。褒められるかどうか分かんないけど、はい、これは間違いなく癖な癖なの。はい、手で人差し指で鼻を押さえる。こうやって、こうやって。じゃあ私が人差し指で鼻を押さえる、押さえる、私の癖なんでしょうか。ドゥルルルルル、はい、違います。まあ、でしょうね。はい、違います。いや、これ癖でしょ。でもそれでも初めて言われた。こんなすんの。エミーさんもこれ言ってるけど、うん、
ほら、鼻ほじりじゃないけど。ほじってないですから。ほじってないけど。ほじってない。癖でよくやるよ。やるかな。こうやって、うーんって感じ。視聴者やります私、こうやって。なんか、考えたりとかするとき、まあ、よくこうするか、と、やりはしますけど、みたいな。あんま褒められないじゃないですか、これ。だから褒められないけどな、と思って。褒められるやつ、まあ、クイズだわ、本当に、大塚健二さん言うように。うん、見てみリスナー、誰もクイズの答え出してない、ね。誰も答え出してない。もう答え言っちゃいましょうね。はい。それ、私が褒められる癖は、口笛です。何大人褒める褒めます。口笛、はい、うまいねって、うまいねって褒められるんですよ、私。あの、補欠を聞いてほしい。いきますよ、いけますよ。はい、どうぞ。ちょっと練習ですね。いきます。はい。ああ。そうでもないみたいな。いやいやいや、それはうまいよ。うまいけど、ほら、エミーさんが言うように、それ癖って。いや、癖、本当に癖。あの、無意識に、だから私今日始まる前もやってましたもん。あ、そう。ずっと、こうやって、とか、やっちゃうんですよ、癖で。で、このね、あの、スタッフさんと一緒に車乗ってて、乗る時も、フィ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 ってやって、よく吹くよねって。あ、そう。本当に無意識なんですよ。いや、ほら、だって、いや、ほら、みんなもう批判の嵐だよ。上手だけど、つって、つって。でもこれ、ゆうこのコーナーだから。これ今日、ゆうこのコーナーだから、いいじゃん。ゆうこが自分でクイズ出すコーナーだもん。みんなして攻めなくてもいいじゃん。拗ねた、拗ねた。ゆうこが拗ねた。以上、ゆうコンプリートでした。失礼しました。さあそれでは、拗ねないでやっていただきましょう。はい、頑張ります。道路天気道路交通情報でございます。はい、ではまずお天気からいきましょう。はい、よいしょ。ちょさあ今日ここ、ね、今夜、夜のお天気だけでね、大丈夫ですが、はい、今夜の夜のお天気は曇り、波2メートル、うねりを伴うということで、はい、今日もね、夜雨降りません。うん、残念。はい、明日ちょっと天気悪くなるかもしれませんので、ね、傘持ってお出かけください。はい、そして道路交通情報に行きましょう。はい、まずは沖縄自動車道から行きます。行きましょう。よいしょ。うん、うん、ちょっと見えないな、反射で。よいしょ。ないんじゃないですか。ないですね。まあ、ちょっと除草作業があったりもしますけど、はい、事故などはないです。大丈夫です。はい、続きまして中部の自動車混み具合言いますよ。大蛇交差点から前原交差点向け、同じくまた前原交差点から大蛇交差点向けの道、上下線とも混んでますので安全運転でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、明日の夕方、まあ、お天気で言うと明日の夕方が夕方ぐらいから雨が降ると、うん、そうそうそう、ちょっと雨が降るそうですよ。予想になってますのでお気をつけくださいませ。はい、以上天気道路交通情報でした。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業、徳徳ハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこへでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 までどうぞ。さあ、サザンブリーズをお送りしてまいりました。はい、はい、口笛、うん、OBP のルーリー上手ってよ。お、聞いてくれたルーリーありがとう。イエーイ、ありがとうございます。じゃあそんな OBP の子たちがね、はい、今日はこの後でライブするということで、ライブします。那覇市の G シェルターさんというライブハウスでですね、琉球アイドルさんの定期イベントに出させてもらいます。8時からとなっておりますね。 OBP トップバッターです。私ちょっと9時からのあのギノガルフ、うん、FM ギノワンのラジオがありますので、私はちょっと今日は出ないんですけども、はい、マリンとルーリー連々が出ますので行ってください。はい、はい、この後も皆さん FM ギノワンお楽しみください。この後はレッツ深呼吸をお送りいたします。はい、というわけでございまして、本日のお相手、私東克明と OBP の田原優子でした。それでは皆さん、また明日、さよなら。バイバイ。
いやいや、ギリギリ。せー。見えてた？見えてました。やべえなと思って。はい。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ね、私のコーナーだからそれ言われるとね。あー、恋するかっちゃんさんね、全くちょっと紹介できずに申し訳ないです、うん。ありがとうございます。いいじゃんけん。そうね、メールも、はい、OK ですね。太陽が高い。まだ高い。はい、はい、はい、はい。OK。では、また。さよなら。